どうやらここがダークロッドのある場所のようだな。まだエグベルトが来た様子はないみたいだが。血を犯す者よ、速やかにここを出て行け。ここは何人も犯してはならぬ聖地である。あえて立ち、ん、こいつらは古代のガーディアン、ダークロッドを守る者。それでエグベルトも手が出せなかったのかしら。さーてな、この程度で諦めるようなやつじゃねえと思うが。
とにかくエグベルトが来る前にロッドを取っちゃおう。油断するんじゃねえぞヘイン。相手は古代の魔法生物だぜ。気を抜けばこっちがやられる。ジェシカは下がっていてください。危険です。確かに今の私は以前ほどの魔力を取り戻してはいません。ですがあなた方を魔法で援護するくらいの力はあります。見ていてください。
やはりガーディアン程度の力ではお前らを倒すことはできなかったようだな。エグベルト。だがお前らのおかげで結界が解けたようだ。一応エグベルト、あなたならば力は制御できる。用いるものにそれだけの器。力に魅了されたあなたに死と呼ばれる言われはありません。エグベルトってジェシカ先生の弟子だったの？そうだ。ジェシカ様が転生された後に突然姿を消しちまいやがる。私にはお前のように子守をしている暇などないのだよ。けっ、その嫌味な性格は変わってないみたいだな。今日は誠に愚か者の多い日よ。まさかあのエグベルトがジェシカの弟子だったとは。まだ私が転生を行う前、彼は私の元で魔道を学んでいたのです。しかし陛下と私が力を合わせれば国を起こすことぐらい他愛もないことよ。さらに私は今あなたに魔道を教えたことを後悔しています。でもせめて私自身の手であなたのその野望を終わらせてみせます。残念ながらアルハザードの復活を急がねばならぬ。あなたと遊んでいる時間はありませんな。Thank you.
ジェシカ様は俺が守ってみせるって、レスターよ、お前にそれだけの力があるのかね。言うとねえか。だったら受けてみやがれ。エグベルト、覚悟しなさい。ジェシカ殿、無駄なあがきはやめることですな。やるな。だがダークロットは渡さん。お前らがいくら私の邪魔をしようとも無駄なことよ。いけない、急いでダークロッドを奪って。もう遅いわ。無理だ、間に合わない。な、何ど、我イニシエの呪縛より。エグベルト、やめるのです。これがダークロッド。待て、エグベルト。うるさい奴だな。お前は。お前もこのティアラを知っているのか。光の末裔が邪魔をするだろうか。なるほど。Oh!
ろう。ダークロットを手に入れた以上長いは無用。私はお前、さらばだ光の末裔どもよ。また会うこともあろう、生きていればな。待ちなさい。本来の力を発揮できぬ魔術師を倒し、しまった。くそ、逃げられたか。これ以上こいつ、しかしガーディアンが、そうだったのか、エグベルトめ。
また強くなったぞ。敵を撃て。
剣を受けてみろ。
愚か者なるかな人間。己の愚かさを呪い、犯した過ちの大きさを死をもって償うがよい。これで終わりだな。
Toma, já.
う。神殿入り口？一体何のことだ？まあいい、後回しだ。
手応えありですな。やるな。信じられぬ。かの者の守りを崩したまえ。どうやらすべて倒したようだな。しかし、ダークロッドは奪われてしまいました。あとは、アルハザードの力を解放するための触媒を必要とするはずです。触媒が？それには一体、何が？案外、その触媒って、ものじゃないかもね。そっか。触媒っていうのは、ものとは限らないもんね。しかし困りましたな。ダークロッドが奪われた上に、触媒がどこにあるかもわからないのでは。せめてどんなものかだけでも分かればよいのですが。ラングリッサーしかありません。伝説の秘剣、ラングリッサー？本当？ダークロッドが奪われた以上、アルハザードの力の解放も時間の問題でしょう。闇の魔剣、アルハザードに対抗できる剣は、光の聖剣、ラングリッサーだけです。
それで、ラングリッサーはどこにあるのです?人目につかないよう、バルディア城に封印し、バルディア城のことなら、光の神殿にあった古文書で読んだことがあります。では、バルディアまでの案内は、ディアナさんにお願いします。私は、帝国の侵攻に備え、諸国を説得して、帝国に対抗する勢力を作ることにします。そういうことでしたら、我々カルザスの者が適任かと思いますが。いえ、あなた方は、バルディアへ向かってください。帝国はきっと、ラングリッサーも探しているはずです。彼らがアルハザードの力を使うつもりなら、その力を封じる、バルディアへ向かうのならば、それなりの兵力を準備しておく必要があります。レスター、あなたもバルディアへ向かいなさい。しかし、ジェシカ様、俺には。私なら大丈夫です。もう、自分の、わかりました。エルウィンたちと、それからリアナさん。あなたには、何かとても、大きな力を感じ、はい!帝国に、ラングリッサーまで奪われるわけにはいきません。わかりました。みんな、すぐに。それでは皆さん、くれぐれも気をつけて。バルディアへ行かなければならないが、あの神殿はどうする?あの入り口の奥の神殿に、何か大きな謎があるかもしれないが。バルディアへ行く前にあの通路を調べてみよう。どうやら隠された神殿へ通じているみたいなんだ。
そこを調べれば、もしかするとアルハザードのことがわかるかもしれない。急いで調べてみよう。調子が良かったみたいだ。の置かれていた廃墟の神殿内に隠し通路を発見したエルヴィンは内部の探索を試みることにした。そこでは怪しげな像に囲まれて己の肉体を誇示するかのように全身にワセリンを塗りたくった男たちが彼らを待ち受けていたのである。